デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、2024年も始まってちょっと経っておりますけれども、今日は一発目の撮影ということで、年末年始でたくさんの お悩みご質問をいただいておりまして、今返答期間が、ちょっと1ヶ月半2ヶ月ぐらいに、ね、なってるかもしれませんが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリとたくさん募集中でございますんで、投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はメンバーさんからのご投稿でございます。あ、コメントでございますね。YouTube 動画メンバー限定収録前の雑談12月12日収録分のね、ところにコメントいただいた S3 サバゲー4さんからのコメントですね。はい、質問ではなくお願いなのですが、パドックさんで予約を行っている E&L エアソフト E プラチナムAKS74UZ スペックが気になっていて夜しか眠れません。なぜかというと、実銃やパーツがやたら出てくる某 PC ゲームでシーズン通して私が愛用している構成にそっくりだからです。 E&L の AK74UN を買って、個別に揃えるよりも割安だよ。今のところミニ S 互換リポしか持っていないから持っていないからバッテリーも買わなきゃだよと脳内会議が紛糾しております。見えない。これはもう外圧によるなだれ込み決議投票しかない状況なので、ぜひお二人やバドックさんの AK 重鎮による意見をくださいと。はい、いや、もう買うべきですよ。買うべきですよ。買いなさい。私思ったんです。はい、これすげえタイムリーというか、こう3S さんからね、S3 さんの状況脳内会議をしたんです、はい、年末実は、はい、何を買うかで悩んだのが、アマゾンラッシュが俺の中で来てたんですよ。勝手に何でもいいから欲しくなっちゃう病気。あ、はいはい、ちょっと安売りとかもね。そう、安売りが入って、ね、あ、欲しいな、これも欲しいなって別に普段いらないのよ。でそういう時に入るとなんかね、3日間ぐらい連続で注文して買ってしまうんですよ私。まず1個買ったのが、年末僕はシーツを交換するっていうのを決めてるんですよ。年の初めには新しいシーツにしようと思って、それは必要だった。あ、じゃあシーツ買った、はい、OKOK と思ってちょっとちらっとまた見てたんですよ。そしたら自転車を最近乗ってるんですけどね、ペダルを変えようとふと思った、はい、で脳内会議が始まったんですよ、ね、でもあなた今ついてるペダルはちゃんと靴もセットで買ったちゃんとしたやつじゃないの、いらないじゃない、いやいやそんなことはないよって、これあれは専用の靴を履かないと行くまで大変じゃないか、いやでもあるんだからそれを使えばいいじゃないか、でも仕事でも最近乗ってるじゃないかって言って保留にしたんですよ一回。でそこを保留にして、年またいなんですよ、はい、ティーリーティーティーティーみたいな、またアマゾンの CM やるんですよね、綺麗に初売りって、初売りかって思って今度また見てみたんですよ。そしたら値段変わんないんですよ。でそんな高いもんじゃないんですよ、2200円とか3000円ぐらいで買えるもんだったんで、はい、でもいらないものに3000円って俺結構嫌なんですよ。まあいらないんですからね、いらない。どんなに使わないで家でこうやって置いといたら邪魔だなと思ってしまうけど、 でも欲しいなと思ってるのがデザインも良くて踏みやすそうだなと思って、とある日自転車でこうふわーって回ったんですよ休みの日に。そしたらですね、あれこれは俺多分買わない後悔は良くないと。靴を履き替えたりするのに職場に行く時に手間がかかると。今このリポをバッテリー買わなきゃなとかってあったんですよ。あるから今もう買わなくていいなとか思って、買うもっと追加お金かかっちゃうよなとか思ったんですけど、安全性とか勝手に理由を色つけてみたんですよ。ピンが立ってるんですよね今、
ペダルに。だから靴に引っかかって雨の日も滑りにくいっていう種のものなんですよ。どんなもんじゃと思って、それをきっかけに、いや雨滑らないんだったらそれは安全の方を取った方がいいよと思って押してみて、こうやって付け替えたんですよ。全然やっぱり欲しいなって思った感覚だけあって、最近買ったベストバイの中ではぶっちぎりで良かったんですよ。やっぱ欲しいと思った時に、今脳内会議してるじゃないですか。脳内会議を得て自分を納得させた、はい、これは安全を取った、うん、だからこれはもう自分の欲しいもの欲求を叶えてあげると幸福度が上がると僕は思います、うんうん、他の人からしたらいらないじゃんあるんだからって多分言われるかもしれないけど、俺ら店側の人間だから買いましょうって絶対言うんですけど、そうじゃなくて個人的に考えても自分のベストバイになるかもしれないね、買ったことによって。だから今もう自分でも理由ができてるじゃないですか。 74UN から作ったら高くなっちゃうよって、はい、それはお得ではないからチャンスを逃してしまうということだから、これは僕は買った方が幸せになれると思う。ちょっと 2,3 日前にね、ちょうどこの予約のページ見たんですけど、今売り切れになってるかもしれないですよね。まあ、もしかしたらもうご予約いただいてるかもしれないです。そう、ちょっと遅かったらね、これだと、はい、返答期間がね、これ多分1ヶ月以内のご質問なんですけど、今もう売り切れになっちゃってるかもしれませんが、まあ、普段からね私言ってますけど、買わない後悔より買った後悔物は残るんだと、うん、財も残るけどね、でも物がありますから最悪なんとかなるでしょうと。まあでもこれまた続きがあって、はい、年末やっぱその衝動を抑えられなくて、うん、もうペダルはベストバイって言ったじゃないですか、うん、はい、その後に、ええ、このパソコンのね、はい、道具でこう肘掛けがマウスのところあるやつがあるじゃないですか。で俺一時期使ってたんですよ、ええ、でその肘掛けがまあ折れちゃったんです、うん、安物だったから、うん、あ折れちゃったなと思って、マウスパッドもそこについてたからマウスパッドも置いてなかったんですよ、うん、で今回じゃあ新調しようと2024年、うん、厄年だし、うん、で役としては新しいことは始めちゃいけないけど、新しいものに切り替えるのはいいことだっていうのを見たんで、うん、じゃあ新規でマウスパッドも買った、はい、マウスパッドベストバイ、いい買い物いやいや、なんかベストバイベストバイ来てますね、はい、来たんですよ、いい流れで来ました、はいはい、ここのやつも人間工学に基づいて肘とか痛めないっていうのを買ってみました、はい、国産ってやつをね、はい、そんな高くないから 3,4 千円だったから買ってみたんです、はい、最悪あれ今度最悪、もうバッドバイバッドバイ、あもうね、何が最悪ってね、それ使い始めたらね、しびれが復活した。ああ多分合ってないんでしょうね、ここに、高さを変えたりいろいろやってみたんですけど、肘のところから支えるやつで、ここは確かに辛くなくなったんだけど、うん、肘から今度しびれが親指に来て、これね、あのどっちかというとしびれない方がいいので、あの入れた翌日から指しびれ始めたんですよゲームやってて、これはダメな買い物したなと思って、そうもう同じ3000円ランクの中でも、はい、ベストバイベストバイバッドバイだから、やっぱハズレはあるけど、買ってしまった手前もう僕はずっと使い続けてるわけですよ今あれは逆に体の人間工学ってやっぱ信じられないね、どのタイプの人間工学なんだろうってでまあデミさんちょっと普通の人間ではない、目玉がねちょっと出てますから目関係ない、目玉のこの圧力でこう変わってくるんですよね、いや楽なんだよ、楽なの、パソコンいじってるけど、はい、パソコンいじらなくなったらダメなの、いじびれてくる私もね昨日ね重いもの買ったんですよ、はあ、なんかツイッターみたいな、そうそうセールで、もう最終日だったんで、セール最終日だからどうしようかなって、もう2年ぐらい前に発売されたモデルで、まあ、だいぶ安くなってたんで、あまあ欲しかったから、ミニガンよりちょっと重いぐらいだったもんね、買っちゃうかなと思って、実際にちょっとお店でね重さを、まあ、表記が書いてあるけど実際にちょっと持ってみたわけですよ、うん、16.5kg やっぱ重いなと、うん、よくよく考えたらこれミニガンと同じ重さ、そうだ ね15キロおてめさんこれをね一生懸命親指だけでこうやって持ったんだから、俺もこれは俺は普通にこうやって持ってる、なんで両手で持ってるんだろ何も親指だけで持ってって言われてるわけじゃないから大丈夫だと
理不尽な話だった思って、もういいや、もうこう重たいけど、いいやと思って買いました。俺は親指だけじゃなくてちゃんと持ってもらえばいいやと。でも18キロあるってことは、16キロあるってことは価格も結構いいんじゃないですか、それぐらい。いやでも定価よりはもう半額ぐらいになってるんで、もう10万円クラスも。全然もっともっともっと、定価は10万いかない。あ、いかない、いかない、いかない。ちょっと重かったんでね、まあ、でもなんか買ったなって気になるよね、そういうの買うと。ベッドとかもそうだけど、重いと、重いもん、もう大、いやーでっかいもん買ったなと思ってあのほらバイクも乗るじゃん僕ら。でジャケットとか買った時にさ、うん、そんな重くないけどさ、やたら価格高かったりするじゃん。5万6万当たり前するじゃん。なんかあのベッド買った5万円の方がさ、いやでっかいもん買ったな物質的なその質量の問題で価値観をこうね、買ったなって気分になる、満足感を得れると。そう。いやでも俺はだからその重さを持った時に、あの人はここ親指一本で持って、その持ち主はカートで一生懸命電車で引っ張ってきたんだな、この重さをと思いながらね。バカな話。俺は別に車で持ってって手で両手で持っていいんだからいいんだと思いながら。いやでもね、こう悩んだ時にね、2年悩んだら絶対買った方がいいし、今でも悩んでるんだったら後悔しない方がいいですよね、はい、買った後悔。またねちょっと今売り切れちゃってるかもしれませんけど、うん、また次の機会をなんとか狙っていただいて、ぜひ OK パドックでお買い上げいただければと思います。思います。はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。